五彩池の透き通った水金舎保地芸品、彩り池と被爆流、輝き入場口容量風景区は、中国四川省阿波、チベット族ちゃん族自治終末半圏にある、景勝地。大量の景観と、歴史地域として、ユネスコの世界遺産に登録されている。絶滅危惧種である、ジャイアントパンダや、金糸猿の貴重な生息地でもあり、2000年に、 ユネスコの生物圏保護区に指定された。ビンサン山脈の南側に位置しており、四川省の省と西都から北に約2 3 0トル離れている。大梁はビンサン山脈の一部である多摩水山の山頂から北に向かって伸びる全長7 5キロメートルの峡谷であり、世界有数のカルスト地形である。新生代第4期に隆起した石灰岩層が、 氷河に侵食されて巨大な峡谷となり、そこに石灰分の豊富な水が流れ続けた結果、石灰化の沈殿したエメラルドグリーンの美しい石灰化壇をはじめ、黄金色に輝く石灰化の層、そして石灰化の滝や谷が形成された。黄色がかった乳白色の石灰化の連なりは、雪をいただいた山脈を登ってゆく黄色い竜の姿に例えられる。 同風景区は中国唯一非常に良い状態で残っている高原湿地帯であるとも言われる。横領後寺と横領中寺が現存している。いずれも秋代総県で合わせて横領寺と呼ばれる。横領全体のうち、麓の迎賓彩り地から御歳地までの約 3.7km の区間が風景区として整備されている。 水の色は場所によって黄色、緑色、青色、茶色と様々に変化して見え、青天時は日光と相まって金色に輝く。中でも風景臭い部にあり、横領最大の石灰花壇である五彩地、そして二番目の規模を持つ色彩鮮やかな草園地は必見である。また、金砂保地は1500メートルの長さを持つ世界最長の石灰花層として知られる。 車道はなく、木製の遊歩道を徒歩のみで移動する。遊歩道の内ふもとに近い区間は上りようと、下りように分けられている。往復4時間程度の距離であるが、標高が高い上高低差が大きいことから、高山病に注意すべきである。2006年8月にロープウェイが開通した。景観を考慮して、ロープウェイの二駅はいずれも遊歩道のコースからかなり、 離れたところに設置されている。それでも、登りにロープウェイを使うことで一気に、五歳地とほぼ同じ標高まで到達できるので、格段に便利になったと言える。横領風景区の都市平均気温は2から3度、最も暑い7月の平均気温は10摂氏11度、最も寒い1月の平均気温はマイナス8摂氏9度である。雪解け水の多い7から10月が、 ベストシーズンとされ、紅葉で山が赤く染まる10月が特に人気がある。ただし、下記は天候が不安定なので、雨具と防寒具は必須である。すべて2009年7月現在のもの。すべて2009年7月現在のもの。なお、横領周辺に路線バスは走っていない。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。